ご覧の皆様、こんにちは。ホステルと申します。プレイステーション2のゼロですね。死生の声、3作目。実況プレイでございます。続きから再開していきましょう。本日もどうぞよろしくお願いしますね。ミクちゃんパートで、沈め石という収集アイテムを4つ手に入れて新たな道を切り開いていかないといけないっていうところからのスタートだったよね。ではやっていきましょうか。今日も愛しのミクちゃんを操作して、眠りの家の中を探索していきましょう。子守唄の聞こえる方向を調べるっていうのがヒントになってるよね。で、ここに一つあるんじゃないかって言ってた。とりあえずここに向かって歩いて行ってみましょうか。人形の祭壇東。祭壇に、沈め石はある。っていうことで、いいんだろうから。急に霊出てくるから怖いんだよね。言葉にならない。実況プレイになっていない男。フィルムちゃんと補充されてる？よし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 。一回現実世界に戻ることによって、フィルムを補充して体力も回復することができるから、それを有効活用しながら先へ進んでいく。命を落とすときはあっという間だからね。慎重に慎重を重ねて進まないと。ヒロインが、悪しき者の手にかかるのは許されない。この私の実況プレイにおいては。2階な。2階経由して向こう側に行くしかできないっていう複雑なマップ。このローアングルがたまらない。霊よりやべえやつが操作してるんじゃねえの、ひょっとして、このゲーム。ここ、あ、まだ動かしてないね。ここの、タンスみたいなやつ、扉塞いでるやつも、天倉系ね、男性主人公が動かせるんだけれども、まだ動かしてない。というよりも、ここに来る機会がなかったんだよね。次に、K 君操作のパートになる時が来たのであれば、あそこ調べねばなるまい。BGM がさ、これ物語進めるごとに怖くなってってるような気がするんだけど。気のせいか？中腰で小さい扉を渡るのがたまんねえわ。本当に、好き。もう、好き。この気持ちわかるだろう。わからねえやつは男じゃねえ。なんか右の方から物音したな。無視するけど。あんまり狭い通路で霊と戦うのは結構不利だよね。彼らは、壁の中にめり込んでいったら攻撃できなくなっちゃうんだよね。カメラで撮影できなくなっちゃうから、向こうだけ壁の中に行けるっていうのは汚ねえわ。操作キャラクターもテクスチャの向こう側に行きたいわ。ウォールハックしよっかな。そうすれば姿見えるだろう、例の。木造の、あ、そっか、ここは取ったよね、ここでは。あそこでは沈め石取ってるから、映写室のあるところにも何もないよね、多分。一階の西側はほぼ探索したっていうことでいいのかな。あー、ここなんか髪の長いやつ出てくる。なでしこの錠前もまだいけないよね。あ、そっか、もう物語終盤ではって俺前回が前々回ぐらいに言ってたけど、よく考えたらまだ開けられてない鍵とか、タンスで塞がれた扉とかあるよね。あ、歌が聞こえてきた。やはりあの間にありそうだ。絶対出てくるだろう。このミクちゃんパートさ、これ、今回の、すごい難易度高いような気がするんだけど、取り回しの悪いところに敵出てくるもんの。他、2体3体同時に出てくるわ。命がいくつあっても足りないんだけど、鏡石100個ぐらい持てるようにしてくんねえかな、このゲーム。ここでは？あったあったあった。沈め石、火は。
そしてファイルがあるでしょ、青きファイル。あれ？ないけど。ファイルはないんだ。沈め石だけがあった。よし！三つ目。あと一つだね。ここまだ通行可能じゃないのかな？いけないんだ。ここ通れるようになるだけで相当大きいんだけどね。すごいショートカットできるから。あ、四つの沈め石を使う祭壇のある部屋に繋がってるんだ。ここぜひ早く通れるようになってほしいよね。というよりも、レイさん前回に操作していたときに、ここの扉を開けようとした瞬間に目が覚めたよね。ここから先行けるんじゃね？ひょっとして。ミクちゃん。あ、行けないか。扉の中央には半ば溶けたような古い形代が残されている。扉の封印がまだ溶けていない。なるほど。レイさんパートでは、すべてを解いたわけではないんだ。ということは、おのおの三人の主人公で、それぞれ、解かないといけないっていうこと？今の何だった？今のやつ。敵かと思ったけど違うんだ。あ、ここだ！ここだ、ここだ、ここだ！ここ今まで行けなかったところ。写真に何かが映り込んだ。覗き穴のところか。どこだっけ？覗き穴のところ2箇所あったよね。ここの上と、ここの上か。結構探索させるね。こちら側どうやって行くんだっけ？今の写真明らかに覗き穴のあった部屋だよね。ぐるぐるさせるよね。それにしてもこれ、ファストトラベルとかできないのかな？どこから行けばいいのか、だって覚えてないんだもん。この階段から行くんだっけ？あれ？この階段登ったらどこに行くんだ？あ、こっちが、ケイ君パートに繋がる扉だったよね。みなかみ村？ここの天井裏をまず一箇所覗いていってみようか。どっちだっけ？またマップ見る。ちょっとテンポ悪くなるけど、申し訳ない。ここの真上だよね、木造の窓。あ、こっちか。あ、どこだっけ？屋根裏の針みたいなところを歩いていくところだったよね。ここだわ。いける？ああ、開けられた。よかったよかった。なかなか手間取ってから開けられるのかどうか心配だった。何言ってんの？なかなか開けてくれなかったから開けられるかどうか心配だった。はい。もっとこれ滑舌鍛えないといけないよね。鍛えられるものなのかどうなのかわからないけど、鍛えられると信じたい。じゃないと声優学校とかある必要ないからね。ずっとここにいて。え？見つめるその姿は下へ戻ればいいというのか。発音とか滑舌とかを鍛える場でしょ？だってそういうところって。だからきっと、やってるうちに良くなると信じたい。だけどこういうのって反復だよね、本当に。毎日毎日動画を収録できるような環境じゃないから、今のところ。血が足りない。ともあれ、のぞき穴。血が足りない。自分の血でも吸ってろ！よし。片白焼いて、あ、そうだったね。さっきの扉だ。よかったよかったよかった。一発目で来れたね。
これだけど、1階部分からも撮影することできたのかな？このバランスと言いながら進んでいくこの姿を見てると、後ろから脅かしたくなる。サイコパスか？落ちたらどうすんだ？どこ？いた！どこだ？溜めてくよ。どこだ？触んな！壁にめり込んで一発では倒せない。あーくそ、うっとうしい。あ、取っちゃった。ため攻撃の R1 押しっぱなしにしてたわ。フィルムもったいない。あー、しまった、やばい、食らう。アップで、すぐ消えるな。攻撃誘うか。うー、あー、ダメだ、3発目。意外と体力あるな。出てくるタイミングによって体力まちまちだったりとかすんのかな。壁の向こうに足元、いけるか。あー、無理。取っちゃうか。倒した。この断末魔が効いてるとかわいそうになってくるんだけど、だけど取らなければ自分がやられる。この今の天井裏の下からの視点いいですね。たまらんわ。落ちないようにゆっくり歩いてくれ。俺下から覗いてるから。どうせなら這って進んでもいいからね。では、あの小さな扉の先に滑るようになって、この先に子守唄の聞こえる場所があるというのか。新規のマップになるね。そこから先は。今まで探索したところをまたぐるぐる回るんじゃなくて。あ、なんかいる！お前は！の野郎。どうだ？あれ？やばい！壁の向こうから来るかも。逃げよう。やばい！ついてきてる！ BGM 変わらない。やばいって。あっ！あっ！ちょっと！じゃあ、塗れば！やめて！やめて！やろう。逃がさねえだと俺のセリフだ、それは。許さん、貴様。俺のやりたいことをやりやがって。あ、どこ行った？今度。こっちか。やろう、成仏！はぁ！ははははははは。アップになるんじゃないよ！なんだったんだ今の。なんでフェイダルウェーブがならない。やばい、やばいよ。アップデイ。こいつは腹立たしい。この場で滅却処理しようがないと。どこ？あ、フェイダルフレームならないな。うーん、壁の中にいるとどこにいるのかわかんない。いた！あれ？なんでだ？遅すぎんのかな？あ、消えた。倒してないのに消えちゃった。逃げられたか。最悪、また出てくるんだろう。いつも逃げられてるよね、あいつに。一回セーブしとくか。あ、子守唄が聞こえてきた。
ということは、このミクちゃんのパートが終わった次は、ケイ君パートか？ケイ君パートで、再び何かしらの収集要素を集めて、さらに向こうへ行くための手段を確保しないといけないっていう感じになってきそうだよね。主人公3人、おのおの、仕事をしないといけないってことか。ただね、彼の操作になると難易度がダダ上がりなんだよね。敵と戦えねえから、戦えたもんじゃねえから。マジきつい。あ、すぐに人形の前になったね。で、宝珠があって、沈め石。群青色。赤い表紙の日記。天音はクゼの宮におのこを導き入れた。おのこは巫女様を、ネメから起こしてしまう。ネメ沈黙、どっちだろう。クゼの掟で守らねばならぬ。くさびをうがってしまわねばならぬ。逃してはならぬと。人形が打ち付けられた部屋にあった4つの宝珠中が、台座の区号にちょうど収まるようだ。で、向かわないといけないんだけれども、だがしかし、強い力で閉ざされていて、一番近道のルート通れないんだけど、またぐるっと回っていかないといけないのかな。ここだよね。ここじゃねえわ。こっちだったわ。まあ、ぐるっと回っていくしかねえか。だけど、すごく遠い、これ。あ、こっち行けたか。では、向かっていきましょう。多分、4つの宝珠はめ込んだところで、一回目覚めるんじゃねえかな、と思うけど。それで再び現実世界で霊障が起きて、で、次は K 君パートになるっていう感じじゃない？野郎操作になるのは少しテンションが下がるけど、ストーリーを進めていく上では避けては通れない。三人ともどうせならヒロインだったらよかったの。言いたい放題の男。K 君女体化モッドとかないのかな？面構えはイケメンだからね。ここアイテムあったっけ？あるあるある。ここの部屋ってあんまり通らないからね。いつも反対側から行くし、俺。ここ通るとき。で、氷室邸の中を経由して、あの祭壇の間に戻れば、あ、違うな。氷室邸経由するんじゃなくて、このまま、こっち向かえばいいんだ。なんとか、ミクちゃんパートをこれで終わらせることができたかな。ちょっと終わるのが早すぎて残念だけど。え？何？なんかいる？で、俺どこ行けばいいんだっけ？アイテムあるある。一回そういうの目覚ましてるんだったね。目覚ますごとにアイテム再設置されてるから、そのあたりがぬるゲーの様相なんだよね。これ高難易度にやったらお渡し気になるような気がしならないんだけど。あれいけない、おかしい。な。あ、そっか、俺地下から来たんだったか、これ。そうだわ。あ、これ俺やらかしたか、ひょっとして。あそこの扉開けられたんじゃね？反対側から。これ俺やらかした感満載なんだけど。また地下通って戻らないといけないの？またあいつ出てくるんじゃねえの？嫌なんだけど。ここだっけ？ここじゃないよな。この布団の間の横っちょの方にある大階段を使って、確か来たんだったよね。ここどうやって向かえばいいんだっけ？あ、ここの、はしごだわ。これはやっちまった感だな、それにしても。またミクちゃん、地べた這いつくばらないといけないの。本当にすまん。
許してくれ。絶対これ鍵開けられた。もっと楽できたと思うわ。だよね。つうことは、やらずに E ルートを通って戻らないといけないっていうことなんだけど、まあ例によってカットしようかな。何事もなければ。はい、失敬失敬。道さらに間違えてたわ。ここから、向かう地下通っていくんじゃなくて、今立ってるところから地下行くんだったわ。相当ぐるぐる回っちゃった。そして、この、地べたを荒い息遣いで這いつくばってる時も、ダッシュできたんだね。俺これ気づかなかったわ。ダッシュできるのであれば、あの、張ってくる女の霊も、なんとかなるかもしんない。この後、2周目、高難易度やることになっても。で、ここだったよね。確か。その、4つの、石を入れる。祭壇のあるところ。確かここだったような気がするんだけどなぁ。アップがたまんねえ。ずっと見てたいわ。ああ、やっとたどり着いた。ああ！踊れ。まだ俺の前に立ちはだかるか。まだ消えやがった。フェイントかけてくんな。あら、取っちゃった。R1 に指添えてるから、結構取っちゃう。やばいって。うわ、こんな手で抱きついてきてんの、ミクちゃんに。これ、ますます触らせるわけにはいかんわ。何としてでも俺が守らないと。言ってるそばから危ねえ。なかなかフェイタルフレームができない。タイミングはシビアなんだよね。どこ行った？踊れ。ダメだ、決まらない。やら、あ、ダメだ。きちいな。止め！気持ちよくフェイタルフレーム決まらねえな、こいつ。なかなかタイミング遅すぎるに違いないんだろうけど。あれ、ここじゃなかったっけ。ちょっと待って、マップマップマップ。あ、ちげえわ、変なとこに来ちゃった俺。ここどうやって戻るんだっけ。あれ、ちょっと一回そっちは終了にするわ。この祭壇に戻れたところから再開にする。では、ありがとうございました。